はい、では YZ85 この予選空気のスターティンググリッド、まずはポールポジションからはゼッケン11番ラムレーシング中川健太、2番手スタートにゼッケン15番の葛西勇気、3番手スタートにゼッケン1番野田拓司、4番手からは深津隆、5番手からは金子直樹、6番手の須磨和樹、そして、最後尾からタイムトライアル、出ることができませんでした竹中健一が最後尾からのスタートということになりますが、竹中もようやくコースに出てきたかな。さあまずはポール中川を先頭にウォームラップを終えてフォーメーションラップに入っています。こちらはミッションクラスですので、この後、グリッド上のスタンディングスタートが切られていきます。さあまずはポール中川がこのグリッドポールポジションの位置に戻ってきます。そのアウト側2番手スタートには葛西勇気、さあ今ポールポジションの位置に中川が収まりました。2番手の葛西、そして3番手野田、4番手の深津、5番手金子、6番手にルーキー須磨和樹、そして今日初走行となります竹中健一も今グリッドに収まりまして、7台グリッドオン。後方グリーンフラッグが振られます。さあレッドシグナルが灯ってブラックアウト、中川がスタートできない、ポールスタート、中川がストール、動き出すことができませんでした。中川がようやく今グリッドを離れていきます。さあそして3コーナーでは白煙が待っていますが、まずは5コーナー立ち上がってきたところで野田が前に出てきました。さらに金子もゼッケン8番2つをかわしていきますが、どうですかね、なんか失速しているのか、この白煙は復活からなんでしょうか。さらにその後ろ4番手には最後尾からのスタートとなった竹中がポジションを上げています。2番手スタート、葛西も出遅れまして5番手、オープニングラップまずは3番手スタートの野田拓司が先頭で帰ってきた。さあここからは懸命に追いかけていくポールシッター中川、スタートこそ出遅れてしまいましたが懸命に追いかけていきます。さあ今オフィシャルからの情報によるとゼッケン15番の葛西から白煙が上がっている。葛西のエフレストから左側ですね、ブレーキあたり、タイヤブレーキ左側からタコツボでも白煙が上がりました。さあそれでも葛西はポジションを上げながらというような動きです。まずはラップリーダーディフェンディングチャンピオン君臨している野田、2番手金子、3番手に深津、4番手に上がってきました葛西、白煙を上げながら葛西勇気がポジションを上げてきた。そして5番手竹中、その竹中の横須磨和樹が飛び込む、さらに中川も追いついてきた。ここで竹中をかわしました。さあ
中川がここから一気にオーバーテイクショーでしょうか。島をかわしていく。さあ野田が大きなリードを築いていきますが、2番手争い金子に並びかけていく深津。1コーナーで2番手が入れ替わる。さらに葛西の後ろに早くも巻き返してきた中川がここで葛西をも捉えた。中川にとってはあのスタート遅れはハンデだったんでしょうか。そのハンデを一気に埋めて中川が怒涛の勢いで一気にこれで3番手まで上がってきます。さあ前の野田まで届くでしょうか。そのためにはまずはこの目の前2つを料理していく。これで2番手に上がっていこうという中川、ものすごい勢いでポジションを巻き返してきました。4周終了、5周目、まだ残りは6周あります。中川が迫ってくるまでにリードを広げたいチャンピオン野田。その野田を追いかけていこうという中川がついにこれで2番手に上がっています。3番手の復活の後ろ葛西が先ほどからやはりタコツボの折り返し、左リアから何か白煙が上がってきます。11、ここでも上がりますね。何かが引っかかっているのか。このホームストレート通過していくときにはリアバッターが当たっているタイヤに当たっているというようなことはなさそうです。それでも左リアから再三白煙を上げながら現在4番手の葛西。さあここまでは文句なしのファーストストラップ47秒641で怒涛の追い上げを繰り広げている中川。トップ野田のベストはここまで8秒3ですので、それをコンマ7秒上回るというペース。1周ごとにコンマ7秒削っていこうというそのギャップ。さあこれで現在まだ5秒6ありますが、残り4周届くでしょうか。中川の後ろ3番手争いは深津と葛西、さらに島和樹が現在5番手で金子竹中というオーダー。昨シーズン後半第5戦からこの水波 SL シリーズのワイドット85参戦をしてきました中川健太。そのデビューレースとなった第5戦では2位表彰台、そして前回じゃない最終戦では見事ポールトゥーウィンを飾っております。さあ今年の台風の目、そして野田の連続チャンピオンを阻止していくことができるか中川。その野田先輩に挑戦状を叩きつけるべく徐々にそのギャップを埋めていく。優勝請負人徳さんが見守る中、さあ健太がどこまで追い上げを分かっていくのか。そのギャップが現在3秒6、ファーストストラップを更新しながら中川健太まだまだペースを上げていく。そして再び上空からまた雪が落ちてきた。懸命に
トップ野田もペースを上げていこうとしますが、それを大きく上回るペースで健太が近づく。さあ今ここでゼッケン5番の金子は車検場に戻ってきてしまいました。金子の木が8周目車検場に戻してのリタイアということになります。さあなんとかリードは2秒3というリードでファイナルラップに入りました野田拓司。3番手スタートからこの予選トップチェッカーまで残る半周、しかし後ろから中川がまだ近づいてくる。バックストレートエンド11コーナーから12コーナー迫ってくる中川を振り切って、なんとか野田拓司ホームストレートに戻ってくる。この予選見事トップチェッカー、そして中川スタートこそ出遅れてしまいましたが、見事な追い上げ2番手でのチェッカーということになります。そして3番手争いは3台パック、部活が3番手を守って4番手に喝采、5番手スマ、6番手竹中とチェッカーを迎えてきました。 YZ85 予選ヒート終了です。